今回はアップル重心化使います。で、線のこんな感じなんですけど、これ、ちゃんと証つけて、超スピードにもしてきましたね。まあ、みんなじゃないけど。で、もともとこれ、あんまり気にしなかったけど、マイス EL から超マイン EL に落ちたんですね。なんかこれ、たまにあった気がするけど、結構珍しいパターンじゃないかな。だいたいそのまま超になってるパターンの方が多い気がするのは気のせいかな。なんで今回は、まあ、23と、あともう1個どっかで使います。一応これ声優さんが、なんだっけ。おぉ早っ一応、窓かまぎかの、京子さんと同じ声優さんの方だったはず。なんで、まあ、ちょっと正直、まあ、性能1割、キャラ9割ぐらいのノリでつけましたね。あとはもしかしたら、どうなんだろう、窓かまぎかコラボ来年の伏線みたいなのこれで貼ってんのかな。はい。一応なんだっけ、来年か、今年かわかんないけど、はい。窓かまぎかの映画が確かする予定よね。なんだっけ、逆襲のワルプルギスだったか、ワルプルギスの逆襲だったか、そんな感じの話なんかするみたいなこと言ってたから、一応来年コラボの可能性もあると言えばあんのかな。なんでちょっとその辺期待しておきます。はいはいはい。で、殴って倒して。一応 SS 短縮持って、重力はそのまま、一応多分超スピード前提にはなってきてる気がするかな。なんか最近やっぱり重力系だと、超 AGB がなんか当たり前なイメージある。特に龍馬とか。あの辺もあるから、はい。まあ龍馬との相性がいいのが確か。あれって、線形違いが2人以上か、ラック100だっけ？その辺必要だったはずだから、一応アップル入れてさらに加速できて、龍馬のサポートがすごいみたいなことはできると思うね。こんな感じかな。で、これをひよこから戻しての、はい。でも使う場所がちょっと変わんないから、なんかあったっけ？使える場所。まあ、ちょっと思いつかないけど、まあ、どっか、ちょっと思いついたらどっか使います。個人的には、進化のワープもついてくれると、エリミネーターでこれ使えるよねって言えたんですけど、まあ、ついてないんで、多分使う場所はそんなに変わんないのかな。はいはいはい。もう、はいはいはい。でもカウンターキラー持って殴りは強くなったんで、一応重力マインの火属性見てたけど、まあ、スピードアップ欲しかったら1体は連れていくかなみたいな感じ。まあ、それと龍馬使うんだったら、多分相方としては一番いいのかな。はい。まあ、いろいろいる。マイン重力の中だと、突出、ザコまでなんか弱点持ってたら優先して使うかなって感じ。おい。もう23もなんかすぐこれだもんな。これは確か超持ってるから、はい。で、ここで加速しといて、はい。ここで、はい。で、ダメでした。で、これ、はい。やっぱ最近のちょっと高難易度に使えないのがちょっと気になるね。なんか減速壁とかあったらよかったんだけど、まあ、減速壁あったらラムの存在価値が、ちょっと完全になくなっちゃうから、多分減速壁はつけられなかったんでしょうね。ほいほいほい。もうこれつけたらほぼラムだから、割合あるかないかで。なんで多分そういうことからつけられなかったんでしょうね。まあ、そしたら、はい。スピードアップして、ちょっと遠目にして、はいはいはい。よし、で倒しました。なんでそんな感じなのかな。ゴーズスとかもちょっと使おうかなと思ったけど、なんか、多分頑張ったらコンプレックスとかいける可能性あるんですけど。まあ、すげえグダグダした戦いになりそうだからやめましたね。でも、もう今年のコラボは多分11月で、まあ、例外な何かがなければ、はい。まあ多分今年でもう終わりだと思うんですけど、どうなんだろう、来年こそ窓かまぎかとかしてくれんのかな。いや、ちょっと期待してるんですよね。ていうか、リゼロ？なんかその、モンソさんってそういう、なんか、いわゆる、萌えアニメみたいな、なんかそういう系統のやつとあんまりコラボしないかなっていうイメージだったんですけど、今年、そういう女の子してるようなリゼロとか、まあリゼロはちょっと、あれかもしんないけど、はい。とか、あとラブライブとか、そういう、なんか、戦闘がメイン。まあリゼロは戦闘メインだけど、ラブライブみたいなのもコラボできるっていうことが発覚したんで、来年は、なんか、窓まぎみたいなのも全然できるかもしんないですね。はい。一応映画が来るんだったらタイミング的にはすごい噛み合いそうだし、ね、あ、そういえばなんだっけ、なんかミクシルっていう、なんかそのミクシーさんが出してる、あー SS も打てるけど打てねー。はい。なんかミクシーさんが出してる、なんだっけ、なんか社員のやってることをやりますよみたいな、なんかそのブログでこんな風に私たちモンスターやってますみたいな、作ってますみたいなこと書いてるブログがあるんですけど、そこでなんだっけな、フラパのスケジュールみたいなのを話してる内容があったら、そのフラパはその、なんだっけ、フラパじゃねえや、フラパか、7月にやってるけど、裏では内体、その1月とかだったら、こういうことしてますよみたいな、だから始まるまでに、こういういろんなことやってるんでしょみたいなこと、なんか言ってるブログがあったんですけど、そこだと、確か12月ぐらいで、もう大体何するかは決まってるみたいな、確かそんなこと書いてあったはず。なんで、なんかこれも、
まあ、適当に暴れていけるでしょ。だからもう多分裏では今年の、じゃない、来年か、来年のフラバラも何するか決まってるんでしょうね。おい、もう何重心化するとかも決まってんのかな、何とコラボするのかみたいな。じゃあもう演出どうしようかみたいな段階になってるかもね。よし、じゃああとは久々にホーライで使ってみる。もうハート出ねえしで、まあホーライ使ってみる。一応弱点ヒット麻痺持ってるし、浦島とかがそのボス以外でも弱点持ってるから結構使えなくはないんじゃないのかなって思うんですよね。まあとりあえず不要処理して、あとこれ地雷持ってるから初手の4手だけは実質まあ貴族性ぐらいの火力は出るんで、その辺駆使したら多分なんとかなりそうな気はちょっとするんですよね。で、まあ、せっかく剣持って殴れるし、危ない。せっかく剣持って殴れるし、その辺駆使して弱点ヒット麻痺。で、あとこれ、やった後ちょっとね、これ本来何回かやってるんですけど、なんか SS の火力全然出ねえと思って。なんかキラー抜きでも、あれこんな出ないもんだっけと思ったんですけど、これ、2段階目の SS の事業が 1.3 倍みたいね。いや、ちょっと28ターンにしては、低いかなみたいな。いや、ちょっと思いましたね。で、そしたらあっちは倒せるようになったから、はい。で、これで殴りに行って、あー、しまった。まあ、これ、はい。やべ、久々すぎて、やべ、蓬莱の体の大きさわかんなくなってる。で、これはまあ、地雷で殴っていけるようになってる。いや、でも、抜けちゃって、いや、ここで抜けるとあれか、ターンの調整的にちょっとめんどくさくなるね。一応アイテム使ってるから、アイテム使ってるから、その、はい。できれば2手目に、はいはい。2手目にね、その SS 打てるキャラが来ると、すごい役に立つんですよね。で、麻痺して、麻痺のターンは別にいつも通りで2ターンだっけ？じゃあ、それでいきます。いや、どうだろう、アップル。使ってみたいけど。いや、やっぱこれ、マインエルでも良かったんじゃないのみたいな気は結構すんね。あとは、まあ、プヨもそうだし、蓬莱もまあ怒らせてもいいし、まあ、判定とりあえず倒しとくか。はい。え？いや！おぉ！もう、やべ、これ、いや、ちょっとめんどくさいな、これ。こう打って、うわ、加速でいけるかな？とりあえず、プヨは絶対倒す必要あるでしょ？で、まあ、浦島行って、まあ、蓬莱もちょっと麻痺させながらないと面倒だしね。はい。はい。はい。麻痺して、よし、OK。麻痺して。うお、火力強っ！はい。いや、でも、ここで抜けたかったな、それだったら。いや、一番抜けたくない時に抜けそうなんですけど、これ。で、誰？そっちだと、とりあえず、だから、ここで抜けると、パック込み込みでも一番めんどくさいパターンになるから、まだ抜けたくないな、これ。これで抜けて、1、2、そうね、ここで、ここ一旦置いといて、で、次抜けて、はい。そうね、次抜けるのが多分一番無難だわ。で、パック使ってやっとく。ちょっとさっきビビットレッドオペレーションやったんですけど、ほい。で、麻痺でこれが解けるかな。ちょっとここのターン合わせるの結構大変だったんですよね、実は。はい。で、これで、はい。殴って、ちょっと調整しつつ、あとはなんとかこの、いや、下のアップをずらしたいな。はい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 。まあ、あと、一人ぼっちは寂しいもんな原作再現で、一応水属性、バーサス、火属性みたいな。原作再現って意味なんのかな、これ。はい。いや、やっぱそうよね。その位置絶対無理だわ。で、パックは今使えないから、まあ、とりあえず、うわ、なんとか暴れて抜けられないかな、これ。こっちに。多分踏んでるから。最悪。最悪だわ、これ。じゃあ、パック使って遅延させるでしょ？で、麻痺れる準備はして。で、これ入らずに、ぐるっと回って右に入りたいな。はい。うん、で、入らない動きして右入って、よし、OK。で、友情も誘発できたし、SS でもいい感じだし、よし、いいんじゃない？で、SS の麻痺使って、あとはまあ適当に暴れたら多分いけるでしょ。はい。で、麻痺らせて、はい。あとは多分暴れて削れる。いや！バハムート買った！やべ、バハムート買ったすぎ。やべ、ここで、うわぁ、今言ったより削れちゃったな。これなんか心配だな。いけるか、これ。1.3 倍だからな。これ、多分、浦島倒、いや、蓬莱削るよりも多分これ、こっちの、バハムート確実に倒した方が多分強いわ、これ。で、SS の加速使って殴りに行っての、SS の加速使って、
よし、じゃあ、ほら、今、切らせて終わるか。多分、これ、すっげえ薄いループヒット取れると思うんですよね。まあ、これで倒しきれるのか。火属性だけどな。キラーももらってるから、どうだろう。はい。削り切れるかな。一応、これで実質火属性。うおーい、いけねえやべえ、これ、バハムートが倒すのすげえグダグダしてるから、ちょっと倒せるか怪しいな、これ。はいはいはい。ちょっと、この回復がすげえ邪魔なんですよね。これ倒しきれるかな。はい。いってくれ！うおー！ちょ待てよ！やべえ、こんな久々に蓬莱めちゃくちゃ厳しい戦いしたの久々かもしんない。まあ、火属性だからっていうとこあるけど。まあ、なんで、まあ、これが、アップルの力みたいな、正直ワープか減速壁欲しかったっていうのが正直なところっすね。それか、あと、高スピアップとか、防スピアップとか、